沖縄の伝統芸能であるエイサーの礎を守りつつ、振り付けに沖縄空手の型や琉球舞踊の動きを取り入れた創造性の高い振り付けや演出で、一糸乱れぬ演舞、人に見せる踊りを重視した創作エイサーを主とする演舞が特色です、はい。琉球芸能世界へをもとにですね、東京拠点に琉球芸能沖縄の魅力を発信しております。はい、もう日韓交流祭りに欠かせない人たちでもありますからね、はい、昇竜祭り太鼓の皆さん大いに盛り上げてくださると思いますので、では見ていただきましょうかね。それでは参りましょう。よろしくお願いします。大きな拍手。昇竜蓬莱島伝説。遥か昔、大海原に奄美降り立ちて島々を創造、天帝より男女をもらい島に暮らす。東の清流、西の白虎、南の朱雀、北の玄武、かつてうるまの島に自然を司る獅子に宿れ、その中にありて青雲流五色の雲を駆け上がり、嵐は風に、雨は水となりで大地を潤す。怒りは名古屋となりで海を渡り世界を結べば、風水満ち溢れ昇竜蓬莱島、琉球は世界へとどろく。我らは今その伝説の魂をよみがえらさんとし、神、義、霊、そして地をもって音玉を響かせる昇竜祭り太鼓、ここに見参。
日韓お祭りのお集まりの皆さん、改めまして、琉球舞団昇龍松田英子です。よろしくお願いします。はい、私たちのこの創作エーサーなんですが、沖縄の方で伝統芸能のこのエーサーをご覧になったこといらっしゃる方いらっしゃいますか？手を挙げていただけると、あ、何名かいらっしゃいますね。はい、沖縄で見られたのとちょっとまた違う形になってますけど、現代のですね、沖縄のポップスとか、そういった曲を使って、ミュージックを使ってですね、華やかにやっているのがこの創作エーサーの違いです。沖縄の伝統的なエーサーはですね、地方三線、三線の音色にですね、生歌で歌って、それで男性の太鼓隊がこう練り歩くっていうのが沖縄の本来の形なんですが、まあ、それを私たちはまた小的にやっている、創作エーサー団体となってます。はい、男性も女性もですね、太鼓を叩いているんですが、うちはまた国籍も問わずですね、今5カ国のメンバーがいます。今上り持って獅子舞入ったのがコロンビアです。はい、アレックスは、はい、イギリスの、オックスフォード大学出身です。はい、レイナもブラジルから来てます。はい、あとブラジル行き思いたね、あとペルーとですね、アルゼンチンという形で、5カ国のメンバーで、国籍問わずやっております。この後後半もですね、3曲ぐらいやるんですが、最後の曲で皆さん沖縄のですね、カチャーシーという手踊りがあります。このかき混ぜて、周りの幸せを自分のところに持ってきてまた相手に返そうというようなですね、簡単な踊りなんですけど、そのちょっとレクチャーですね。まず女性の方で手を挙げて指を閉じてですね、襖の開け閉めするような形で右へ左です。でそれを縦にやったりですね、足もこう動かしながら、やるとこれカチャーシー完成。男性はそれと対照的にグーで握って力強さを、イメージするような形でカクカクカクと振っていくような形です。はい、これカチャーシー完成なんで、一番最後の曲でですね、皆さんのところにまたお邪魔して太鼓とかも渡しますんで、太鼓も打ってもらいながら、カチャーシー参加していただければなと思いますんで、はい、これからじゃあ3曲、ミルクムナリ、ビギンさんの三線の花、かりゆしの夜という3曲をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
じの片身の三振床の間で感情祝いの島酒にもたれて誇りを指で撫でて緩んだ糸を吐けば退屈でたまらなかった島歌が
練習しました。女性は手をパーでですね、右に左に、男性はグーでパッパッと。さあ皆さんのところに体育も渡しに来ますので、ぜひこれからが勝ち足で本番です。今から始まりますよ。はい、じゃあ皆さんお手を一緒に返してください。かき混ぜてですね、幸せを持ってくるというのが一番です。皆さんがテレビで見るときは沖縄県知事選とかですね、県知事がちょっと下手くそな片足を踊ってるかと思いますけど、この片足ぜひ覚えて書いていただきたいかなと思います。はい、今の曲もですね、ビギンさんの曲で、かりゆしの夜という曲なんですけど、かりゆしというのは沖縄の方言でですね、おめでたいという形です。まあ今日まだ夜じゃないんですけど、まあこうして皆さんとお会いできたのもですね、なんかの一期一会という形で、沖縄の言葉で言うと一割場長で一度会えば兄弟みたいな形でですね、本当皆さんとの出会いがあったおかげでこうやって盛り上がって終わることができました。はい、またですね、日韓と交流してますが、韓国も行っていただいて、また日本もですね、沖縄の方、また日本の本土と違う文化がいっぱいたくさんありますので、ぜひよかったら沖縄の方にも足を運んでいただけたらなと思います。はい、今日は最後までご協力ありがとうございました。またメンバーも募集しております。国籍、男女問わず、まあね、まあもういろんな世界になってますので、もう、どういう形でも構いません。興味あったら昇龍祭り太鼓で検索していただくと SNS で出てきますので、よろしくお願いします。メンバー気をつけい。どうもありがとうございました。